最初はグー、じゃんけん、はい。はい、俺の勝ち。彼女は3ヶ月前に引っ越してきたお隣さんだ。一人でご飯は寂しいらしく、僕の家に頻繁にやってくる。残念ながら付き合ってはいない。ねえ、知ってる？ん？料理の締めは雑炊でもラーメンでもスイーツでもなくて洗い物なの。何それ？食べ物を切る包丁を、食べ物を運んでくれるお箸、食べ物を包み込むお皿、ありがとうって感謝の気持ちを込めて洗うの。え、うん、スマホなってるよ。どうしたの？その慌てて。うん、何でもない。てかさ、前から聞こうと思ってたんだけど、今彼氏とかいないの？彼氏いる？いやいや、普通にヤバくない？こうやって男の部屋に2人きりとかさ。まあ、何の怪しいことしてないし、大丈夫じゃない？